ここですね。Google マップで見て、なんとなくイスキアポートの近くに城があるなっていう感じで、何気なく来たんですけど、思った以上にすごいですね。この断崖絶壁、約200メートルあるらしいです。今回イスキア島は3泊しましたけども、十分に楽しめましたね。ナポリからはイスキア島、カプリ島、そしてプロチーダと、3つの島選択肢があるんですけども、まあ私は天然温泉、それをね、ちょっと目的にして、イスキア島をセレクトしました。まだまだ日本の方にはイスキア島はメジャーじゃないんですけども、温泉好きな、やっぱ日本人にとっては非常に合う、そういう島なんじゃないかなと思います。南イタリアの穏やかな気候と、雰囲気、せかせかしてないね。まあ、ナポリのようなエネルギーに溢れた街もいいんですけども、ゆっくりとした時間が流れているこの島で、骨休めをするというのもいいかもしれません。おすすめです。イスキアポート、イスキア港からアマルフィ海岸に向かいます。カプリ島経由でアマルフィ海岸に向かいます。ちなみにオンラインでブッキングしててもイタリアでは結構転売所でチケットに変えないといけないっていう一手間がかかりますので、気をつけてください。まあ、オンラインでそのまま QR コードで乗れるのかなと思いきや、ちゃんと発見しないと乗れないっていう、そんな感じです。それでは行きましょう。やっぱりちょっと憧れがありますよね。アマルフィ、一度は行ってみたかった場所ですよ。いよいよカプリ島を経由していきますからね。この船のスタイルなんで、カプリ島のねこう断崖とか、まあ、綺麗な景色とかも楽しめるお得な感じですね。いやめちゃくちゃいいわ。Oh.